4月26日、川崎市にある宮前老人福祉センターで短期講座、脳と体の生き生き教室が行われました。この教室は様々なトレーニングを交えながら、認知症とは一体どういうものなのかが学べる全6回の教室です。この日の教室ではまず、健康的な生活が長く続くよう生活のサポートを行う有限会社ハイライフサポートの健康運動指導士が認知症についての講義を実施しました。記憶を司る脳の中の海馬っていうところがあるんですが、そこが歩くことによって大きく成長するんです。これはもう皆さんの年齢でも一緒です。その後、参加者は軽いストレッチのほか、膝の痛みや転倒を予防する筋トレに挑戦します。最後は、川崎市も積極的に取り組んでいる運動しながら行う脳トレ、コグニサイズも行いました。温泉地の行ったことがなくてもいいです、名前を言っていただきます。ここなんですか？はい、はい、登り目。主催者は今後も認知症を予防するために、参加者には積極的に人との関わりを持ってほしいと話していました。